大阪景気地作。入れ墨のある男。いい景色ですな。全くですな。この青葉の眺めが答えられませんよ。実際今が一番いい季節ですからな。東京から2時間足らずで達する A 温泉の一旅館である。 海と山との一望に見渡せる二階の一棟で、たった今近づきになったばかりらしい二人の紳士が、それぞれ自分の部屋の欄干に寄りかかりながら、隣同士話し合っている。一人はヒットラーひげを生やした、体の大きな四重前後の立派な紳士で、他の一人は、 少し年配の若い、妙に目つきの鋭い紳士。失礼ですが、もう長らくご滞在のようですな。目つきの鋭い方が、隣の紳士へ行った。ええ、まあ、かれこれ、ふたつきばかり、こうしてブラブラしております。結構ですな。私なぞは、 年中暇なしで、やっと今日からこうしてお仲間入りというわけです。いかがですかお近づきに一風呂ご一緒に浴びますかないや、ありがとう。でも私は今しがたやったばかりですから、もう少し後にしましょう。そうですか。じゃあ私ももう少し後にしますかな。 と、目の鋭い紳士は、相手の気の進まない様子を見ると、急に話を変えて、時に東京では、また大変もない強盗が流行ってますなえ、強盗おや、ご存知ないんですかあの入れ墨強盗ってやつを、今日の新聞にも出てますよ。昨夜も、 山の手の方で一件襲われたようで、この時局に不届き千番なやつですよ。ああ、あれですか。あれなら知ってます。と、髭の紳士は落ち着いた声で言った。しかし、こうして二ヶ月近くもお膝元離れておりますと、ついのんびりしましてね。 ごもっともですなあと、目の鋭い紳士は、片頬で苦笑いしながら。もう昨夜ともで八軒の民家を襲っておりますよ。いずれも山の手方面の中流以上の家庭ですがね。しかし、随分妙な奴ですよ。あんな肩肌脱いで凶器を差し付けながら、 歌人を恐喝するような凶暴な男のくせに、八件のうち二件は何を思ったか途中で気を変えて何もしないで出て行ったそうですよ。しかし、あとの六件はいずれも手痛い被害をこむっておりますよ。当局もかなり躍起になってるようですが、目下のところ、 散々愚弄されてる形ですね。しかし、もう長いことはありますまい。あんな肩から背中へかけて、大きな鯉の入れ墨を背負ってるような男が、いつまでも逃れられるはずはありませんよ。ほほう、なかなかあなたは、お詳しいですね。髭の紳士も、 どうやら興味を覚えた様子。ええ、私はちょっと事情がありましてね。当局の捜査方針などもよく知ってるんですよ。おぉ、そいつは面白いですね。一つ退屈しのぎに受けたまわりますかな。そうですね。じゃあ、一風呂浴びながらお話ししましょうか。 と、またしても目の鋭い紳士はしつこく入浴を進める。いや、風呂なぞど,どうでもいいですよ。一つ早速その面白いお話の方を聞かせていただきましょう。と、髭の紳士は欄干の上へぐいと乗り出した。そうですか。じゃあ風呂の方は後回しにして。 一つ簡単にお話ししますかな。そう言って朝日に火をつけながら目の鋭い紳士は語り始めた。新聞に出ている範囲のことはご承知でしょうから、それ以外のつまり捜査の裏面の様子を知ってる程度でお話ししましょう。ご存知のように、 あの入れず強盗が最初に出現したのは、先月の初め頃でした。それから今日まで2ヶ月近くというもの、5日か1週間くらいの間を置いては出没して、山の手方面を散々荒らしているってわけです。服装なんかもひどく人を食ったあっさりしたもんで、手ぬぐいで覆面し、 ありふれた横島の浴衣掛けで尻をはしょり、セッタを履いて右手に担当を握ってるんですね。そいつが肩肌脱いで狂器を突きつけながら脅かすんです。もっとも初めからそのつもりじゃなかったらしく、一番最初の時にはただの泥棒に入って金庫の前で汗を拭きながら、 盛んにごじごじやってたんです。その物音を聞きつけた歌人が、こっそり金庫室を覗いたときに、肌脱ぎになって盛んに金庫を開けようとしているそいつの入れ墨のあるすごい背中を見たんで、驚いてあっと声を上げた途端に、ただの泥棒が強盗に直っちまったんです。ところが、 そのすごい背中が効果があったんで、そいつに味を占めたその族は、もうそれからは、初めから肩肌脱ぎで、強盗として押し込み続けてるらしいんですよ。ところで当局の活躍ですが、無論抜かりはありません。どうも同じ服装で、短い期間の間に数箇所へ立ち回り、 捜査人を尻目にかけて、悠々と荒仕事を続けていく大胆さといい、犯行の手口といい、以前の説教強盗や公団強盗にも劣らぬ代物だというので、警視庁は全馬力をかけて躍気になってるんですが、賊もなかなかしっかりしたやつで、残念ながら、 指紋らしい指紋が一つも残してないんです。それで、まあ、非常線をますます強化すると同時に、一方手口カードによって前科者を片っ端から洗い立て、また一方犯人の服装を目当てに、そんな身なりのルンペンのうろつきそうな盛り場や安宿へ手を入れ、また、 入れ墨のある善者物んぞも、どしどし洗い立てるという活躍ぶりなんですが、さっぱり星は上がらずに、とうとう今日まで散々に愚弄されたってわけなんです。ところが、警視庁に塚本って刑事があるんですがね。この刑事は、ちょっと変わった男で、この塚本刑事が、 十日ほど前から他の人たちとは少し変わった考えを持ち始めたんですよ。そしてどうです。とうとうその犯人の尻尾をどうやら捕まえかかったらしいんですよ。ここで目の鋭い紳士はちらっと相手の顔を見てすぐに後を続けた。 その塚本刑事ってのはですね、こう考えたんですよ。つまり犯人の服装は浴衣がけのせったばきということになっていますが、こいつはどうも犯行の時だけの服装で、犯人は仕事を終わって被害者の家を出ると、すぐに手の回らない先に、その家の付近へあらかじめ用意しておいた、 トランクか何かから全然別の服装を取り出して急いで着替えると朝までどこかへ隠れていてそれから悠々と逃げ出すとまあそんな風に考えたんです。で早速塚本刑事はこの前の事件の時からその方針で自分だけ現場付近へ朝まで張り込んだのですが この時は失敗で、それらしい奴は見つかりませんでした。ところが、二度目の時、つまり昨夜代々木の事件の時には、いや、どうも、こいつはほやほやの新ニュースですがね、とうとう怪しい奴を見つけたんですよ。と、目の鋭い紳士は、もう一度相手の紳士を一別しながら、 ところがどうです今朝のことですがね。その怪しい男というのは、うまく化けるも化けたり、背広なんか着込んで、ちょびひげの立派な紳士なんです。そして塚本刑事に後をつけられているとも知らずに、代々木八幡から小田原急行へ乗ったんですよ。それから一直線に小田原まで来て、 今度は東海道線に乗り換えると、どうですこの A 温泉までやってきたんです。そして、びっくりなすっちゃいけませんよ。この、私どものいるこの旅館へ入ったんですよ。へっへ、どうも驚きましたね。無論塚本刑事も、すぐにこの旅館へ続いて入りました。 そして直ちに帳場で調べたんですが、するとその紳士はもう二ヶ月ほども前からこの家へ滞在していることが分かったんです。そしてどうです。ちょうど東京で強盗事件のあった日時には、決まって一晩泊まりで東京の自宅へ帰ったということになってるんですよ。 いや驚きましたね。へっへ。ところで、もうお分かりになったと思いますが、かく言う私が、その塚本刑事なんでして、いやどうも、とんだ失礼いたしました。いかがですかご一緒に一風呂浴びようじゃありませんか。するとこの時、 今まで話を聞いていたヒゲの紳士は、ひどく青い顔をして、怒りに両目を輝かせながら、しかし非常に落ち着いた声で言った。塚本さんとやら、どうもあなたのお話を受けたまわると、まるで何か、この私が、大変もない疑いをかけられているようですね。 はなはだ侵害です。なるほど私は昨晩は東京へ帰りました。また今までにもちょいちょい東京へ帰ったことはありました。しかしそれはすべて商用で自宅へ帰ったのです。あなたのおっしゃる事件などとはこれっぽちも関係はありません。 そんな偶然の暗号を証拠にして、失敬なことをおっしゃらないでください。まあまあ、お静かに、証拠は他にありますよ。あなたは、犯人の背中の入れ墨を忘れましたね。浴衣やセッ待は帰れても、入れ墨だけはね。どうもこいつだけはね。へっへっ。さあ。 どうです一風呂浴びましょう。さっぱりしますよ。うん。あなたがさっきからしきりに風呂へ誘われる理由がわかりました。あなたはこの私の背中に、そんな汚らわしい掘り物があると思っていられるんですね。よろしい。 あなたのその湿気旋盤な疑いを流すために、お望み通り、一風呂浴びましょう。が、もし、あなたの疑いが間違っていたなら、どうしてくれます間違っていたらうん。その時は、武国罪で逆に訴えてもらいましょう。よろしい。 く人りは立ち上がった。そしてそのまま手ぬぐいをつかむと、一直線に浴室へ下っていった。もうもうと湯気の立ち込める浴室の中で、まもなく二人の紳士は裸になり始めた。塚本刑事が先に裸になると、手ぬぐいを腰に巻きながら浴槽へ降り、 一足先に湯に浸りながら、そこから脱衣場の髭の紳士をじっと監視する。まもなく紳士も裸になった。そして塚本刑事の前まで来ると、湯には入らず、いきなりそこにあった流し台を手に取ると、そいつでガッとばかり塚本刑事の頭を殴りつけた、と思いきや、 さにあらず、そいつを尻に敷いて腰を下ろすと、くるりと刑事の方へ背を向けて、怒りを押し殺したような震え声で言った。さあ、塚本さんとやら、流してください。私の背中を流してください。あなたのその湿気旋盤な疑いと一緒に、流してください。 塚本刑事は、紳士の背中を見た。じっと見た。だが、ああ、なんと、その背中は、入れ墨どころか、ほくろ一つすらない、きれいなきれいな背中ではないか。さあ、早く流してください。 ゴシゴシこすって思うさま流してください。私は急ぐんです。これから A 書まであなたを訴えに行かねばならないんだ。まあまあ、そう急ぎなさんなよ。A 書のものなら今朝からもう私が呼んでありますよ。と、これはまた何としたことか。 入れ墨などさらにない紳士の背中を見ながら、驚くどころか塚本刑事は、にっこり笑って湯から上がると、ポンポンと手を打った。すると、入り口のドアがガラッと開いて、背広服のたくましい男が、小型のトランクを持って現れた。塚本刑事が紳士へ行った。 さあ、英書の神道刑事を紹介しますよ。へっへ、お前さん、まんまと一杯引っかかったね。私はお前さんを裸にさしてみたかったんじゃないんだよ。風呂へでも連れ出して、その留守部屋へ頼んでおいた神道君に踏み込んでもらい、お前さんの嘘の皮を探してもらうつもりだったんだ。 神道くん、出してくれ。すると背広服の男は、すぐに持っていたトランクを開けると、中から横島の浴衣やセッタと一緒に、一枚の異様な薄いシャツのようなものを取り出して、笑いながら広げてみせた。なんとそれは、二匹の大きな鯉を巧みに染め上げた、 あの歌舞伎芝居で弁天小僧の役者などが着て出るような入れ墨まがいの精巧な肉襦番ではないか。畜生。じゃばっと音がして手おけをひっつかんだひげの紳士がさっと横に飛んでタイル張りの壁を背中に身構えた。打って変わったすさまじい行走だ。 そいつへ、塚本刑事は浴びせるように。うん。日本中の風呂屋の番台が血眼になったって、入れ墨強盗は見つからんはずよ。ところが、この塚本様、番台とは違うんだ。いいか覆面をするような用心深い強盗が、わざわざ肩肌脱いで入れ墨を人に見せるかってんだ。 偽入れずみに決まっていら。さあ、ジタバタせずに観念しろ。すっぱだかじゃねえか。万髄院長兵だって、風呂ん中じゃ負けたんだぜ。ガタッと手おけを落とすと、ふいに髭の紳士はうなだれた。旦那、おみそれしました。お手柔らかに。 よし、神妙だ。着物を着ろ。塚本刑事は、にっこり笑って体を吹きかけたが、ふと思いついた様子で。おっと、早速だが、お前、あの八軒立ち回ったうちで、なぜ二軒だけは、途中で気を変えておとなしく逃げ出したんだいすると、ゲの紳士は、 ぽつりと小声で言った。へい、申し訳はござんせん。あの二軒のお宅にゃ、とこの間に、軍人さんのお写真が飾ってありましたんで。